私は政治男性の陰のものなのですが、会社で女性より男性が好きなのではと疑われています。エロ漫画でも会社で読ませる？もうそれなんか男が好き女が好き以前にちょっとちょっと居場所が。はい、今日はですね、なんとこの夕刊喫茶アニマーレに名取さなちゃんが遊びに来てくれてます。おはようございます。ナイス、出ました。大親友の、いやナトリサナでーす。こんばんは。もう今日終わりでいいわ。こんな後ちょっと二人で忙しいから。ね、ちょっとね、ね、あの、しっぽり。しっぽり？おっさんかしっぽり。平成後のアニマーレ。ナトリサナと、ひともはねる。二人きりで何も起こらないはずがなく、しっぽりはおっさんしか使わないから。あ、マジ？やめとこ。さなちゃん、ねれちゃん、こんにちは。こんにちは。僕は中高と男子校に通っているのですが、女性との接し方がさっぱりわからなくなってしまいました。私もこれ選ぼうと思ってたやつだ。あ、マジ？さなちゃんやねれちゃんへのリプライやコメントなどでリハビリをしてみてはいるのですが、現実で行動に移そうとするとやっぱり気遅れしてしまいます。どうかこの症状を克服できるようなお薬を処方してください。まずさ、さなちゃんやねるちゃんへのリプライやコメントでリハビリはね、多分効果ないわ。そうなんだよね。言葉を選ばずにこれを通常だと思うと多分ばっこり痛い目に遭うと思うんだね。私たちに受けるネタは基本的にね、あの一般女性は引きますので。そうだね、あのグラタンとか、ね、板の話とかもね、多分下手すると訴訟。そうだね、そうだね、普通にあの通報とかありえますからね。そう、手首ちょっと重くなっちゃったりするかもしれないから、私たちを基準にね、リハビリはよくありません。どうしたらいいんだろうね。まあ、これでも言ってしまえばさ、さなちゃんとねるちゃんがいるからいいんじゃないの。あ、そうだね。ね、やだ、解決しちゃった。あー、すごい、天才。今思い出したけどさ、前回なんか薬とか処方してたね。そうだね。ね、すっかり忘れてたわ。まとめて、ね。サナネル薬を。サナネルドラッグを、ね。置いとくので、あの、好きな分だけ取ってってください。ね、好きに食べて。そう、あの、独占しすぎないぐらいに、あの、好きに持ってってください。ね、仲良く分けてね。みんなで分け合いっこしてくださいね。お二人の結婚の件についてどうなったんですか？最近ね、リスナーさんに、友達がいないって言うと、サナちゃんはとか聞かれるんだけど、でもねるちゃん、サナちゃんに友達になってくださいって言って、お願いしてないからどうしようみたいな話をよくするのよ。でもさ、名取さ、うん、今日さ、お邪魔しますって言ってさ、うん、あの、配信でアニマーレ入ってきたので大親友ですって言ったんだけど、聞こえてなかった？聞こえてた。あ、ちょっと近づいてきたな。どうした、どうした、どうした。深いな。よしよし。恥ずかしくなってきた。帰る。ね、じゃあ次のお悩み。じゃあ、私は政治男性の陰のものなのですが、会社で女性より男性が好きなのではと疑われています。普通に女の子が好きであるということを会社の人にアピールするにはどうしたらいいでしょうか？だそうです。なるほど。はいはい。エロ漫画でも会社で読ませる？もうそれなんか、男が好き、女が好き、以前にちょっと、ちょっと居場所が。あ、そう、サナネルアクリルフィギュアをデスクに置こうって言うけどさ、でもさ、なんか、それ、なんかまた違うじゃない。会社でお弁当食べるときに、サナネルのアクリルフィギュアをこう、両脇に置いて、写真撮るとか。ああ、もう、席ありませんわ。どうしよう、これ、むちゃくちゃ難しいね、これ。新入社員の子、可愛くね？で、どうする？ブスばっかりだったら。
新入社員の子、個性的な子が多いね。あ、セクハラなの？あ、セクハラなのそれ。え？ダメなの？え？可愛いとか言っちゃダメなの？え？え？会社だとセクハラになるんですか？嘘！え、そんな、そんな生きづらい時代なの今。男性を好きになる。すごい解決方法来たな。逆にね、そっちに寄せていく。逆に良くなってきたわ、みたいな。そうそうそう。それだ！天才来たわ。あ、いいっすね。いいっすね。決まりました。じゃあ、読みまーす。サナちゃん、ネルちゃん、こんにちは。こんにちは。僕の悩みは、美容院の店員さんと話すときに必ず、あ、をつけてしまうことです。いかにも陰のもの感が出てしまうので、どうにかしたいのですが、ということで、自分の思考をまとめる時間を稼ぎ、発声練習も兼ねているので、ただなくすのも難しいです。何か良い解決策はないでしょうか？またこれわかるわかるのやつですよ。さ、めちゃめちゃわかっちゃってこれ。わかるわかるのやつ多すぎるね、今回ね。解決策があるんだけど、あじゃなくて、バリエーションを増やす？なるほど！うわ、天才だ！バリエーションがあれば、そう、あー大丈夫です、みたいな。あ、今、あってっちゃったけど。今さ、なんか、コメント欄にさ、なんか、ぬ、お湯はついですって。言葉のチョイスがおかしいわな。でも私ね、美容院に行くときに紙書かせれるじゃん、アンケートみたいな。大抵そこに、あまり話しかけないでほしいって私書いてる。あ、また会って言っちゃった。もっと言ってしまえば別に会ってつけてもさ、悪くはないよね。究極はそうなんだよね。そもそもね、あつけてもいいべ。別に。あ、推奨していこう。あつけてない人たちはもう逆にあをつけて、思考を。思考時間増やしましょう。青つけるのが当たり前の世界よ。あ、それいいですね。ねえ。あ、そうしましょう。それでいきますか。悩みなのですが、それは昔から友達に恋愛相談をされることが多いことです。ちなみに僕は恋愛したことがありません。なのになぜかめちゃくちゃ恋愛相談されます。とりあえず当たって砕ける的なアドバイスをしているのですが、8人くらいから相談を受けて全員失敗してます。お二人ならどういうアドバイスをするのか、よければ教えていただけると嬉しいです。8人くらい全員相談失敗してるってやばいな。8人全員に当たって砕けろって言ってるのかな。突撃兵の指揮官かよって。これはちょっと実績を、今までの実績を一応お伝えした方が誠実ではあるね。そうだね。開示してほしい、ね。そう。8人にレビュー書いてもらおう。全部当たって砕けると言われました。この相談は良かったですか？はい、いいえ。部分的にそう、いいえ、みたいな。今までの実績をお出しして、あとはもう、任せで行きましょう、うん。どうにかしてもらいましょう。いや、でも羨ましいよ、相談されるの。で、そんな8人も友達いないもん。あ。サナちゃんは相談とかされる？え、されない。あ。あ。今日はほんとサナちゃん、忙しい中、中継の出演ありがとうございました。とんでもない。ああ、ねるちゃんの髪の毛直接嗅ぎたかったな。ちょ、近寄っとこうかな、じゃあちょっと。あ、ほんとに？やった。うわぁあー、ちょっとあー、ちょっとあー、耳が、あ、なるほど、なるほど。あ、オッケー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 。あ、オッケー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 。あー、どうですか？よくなってきた。よくなってきた。決まってきたわ。じゃあ、さなちゃん、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。